天座。レースは早くも22周目に入りました。依然トップはエプソンマーチをドライブいたします中島悟、残りは3周弱、2位の星野に26秒差と独走体制に入っております。まあ一応ここまで来ればですね、もう中島選手安泰ですね。しかもまあこれだけリードしてますからね、決してコーナーで無理をする必要がない。そうでしょうね、タイヤを持たせることができますからね、はい。こちらは2番手の星野です。他の2台はトライデントマーチの清水とオートバックスマーチの萩原、いずれも周回遅れなんですが、星野どうしたんでしょうね。この2台の周回遅れのマシンに迫られてますね。そうですね、かなりペースダウンしてるようですよ、はい。このペースダウンは何でしょうかね。まあ一つ考えられることはですね、まあ、タイヤがブローしてきたんじゃないかなという気がするんですけどね。ああなるほどね、まあ、エンジンがあるいは多少不調になったかなということもあるでしょうけど、はい、それにしてもちょっと落としてますね。そうですね、ちょっと星野がスローダウンして、ペースダウンしているのがどういうことか分かりませんが、この周回でちょっと見てみたいと思います。こちらはヘアピンのカメラに切り替わりました。あ、清水が前に出てますね。抜かれましたね、はい、萩原にも抜かれそうな感じです。ヘアピンに入ります星野、なんとかヘアピンの入り口では抑えてますが、どうでしょうか。そうですね、エンジンも特には悪くはなさそうなんですか。はい、ヘアピンの立ち上がり非常にスローですね、はい、何かやっぱりおかしいですね。そうですね、はい、こうなりますと堤さん、あと周回2周ですが。そうですね、まあ、あれだけ落としているということなのでちょっと心配ですね、はい。そうですね、考えられるのは、まあ、一つにはタイヤのブロー、それからあるいはですね、まあ、何かタイヤに、まあ、例えばパンクとかエアモレとかですね、何かどちらかが起きているということかもしれませんけどね。星野選手のタイヤの、ね、スローが出るようですから、ちょっとそれを見てみましょうか。はい、はい、フロントは大丈夫のようですね。そうですね、左側もいいし、あ、右の後輪、あ、これはエア漏れのようですね。相当下の方が変形してますね。かなり、ね、かなりもうタイヤあれだけエアが漏れますと、ちょっと難しいですね。こちらはトップを行く中島です。すでに23周目に入っております。中島のチーム監督原田さんのインタビューです。入ってきましたね。なんとなく前線を選んだ松本さんも追い上げてるみたいです。松本君がね、タイム上がってませんでね、全然変わってませんから、このまんまで裏がまだ濡れてるようですが大丈夫です。大丈夫、ね、わかりました。堤さん、原田監督は笑顔で大丈夫と言ってますけれど、ただ星野選手が同じタイヤを履いて、あるいはタイヤブローじゃないかというね感じがしてるだけに、ちょっと心配じゃないでしょうか。さあ心配だと思いますね、ですから、まあ中島選手も、まあ、ご覧のとおり水で冷やしながらですね、走ってますね。そうですね、さあ中島はすでに残り1周を切っています。こちらはスプーン入り口のカメラです。ミマス建設マーチの和田選手、どうやらリタイアの模様です。あ、リタイアですね。ですね、さあエプソンマーチ8人に踏んだ中島悟、2位の星野に大きく水をあけました。最終ラップに入っております。2番手のダークワイルドマーチ、今トライアングルコーナーへ進入してまいります。中島との差は1分近くまで広がってますね。そうですね、もうとにかく大事に大事に、ここで壊したら何もなりませんからね、チェッカーまで持つかどうかっていうのが心配になってきますからね。そうですね、さあ星野はチェッカーまで持つかどうか。今グランドスタンド前を通過していきます。そしてすぐ後ろにユニペックスマーチの高橋徹が来ています。星野との差は8秒40ですか。そうですね、もう迫ってきましたね。そうですね、ですから、まあ、星野君は当然ですね、後方から追い上げられているというのはピットボードで見てますからね。そうですね、ところが、まあ、ここで焦って壊しても何もならないという辛いところでしょうね。はい、現在4番手赤と白のマシン、ミケロッティマーチのエジェ・エルンがつけております。そして5番手は同じくミケロッティマーチ、松本圭司です。松本はね、そうですね、まあ、オールウェザータイヤでこれ一発かけたんですけど、やっぱちょっと後半追いつきのにはちょっと心配数が足りなかったですね。足りないですね、はい。さてトップ中島はドックストレッジに入っています。もうここまで来れば安心というところでしょうね。もう中島選手はですね、はい、非常に慎重かつ冷静なドライバーですからね、もうあとはもうもらえると思いますね。はい、中島最後のトライアングルコーナーに差し掛かります。左の上はヘアピンのカメラですが、2番手の星野のすぐ後ろに高橋徹がついています。ヘアピンの入り口で高橋がインに入って抜きました、抜きました。高橋徹最後の土壇場で2位に浮上いたしました。同時に中島悟選手はコントロールラインを通過、チェッカーを受けました。去年のグレート20、そしてグランプリに続いて鈴鹿 F2 シリーズ3連勝、通算10勝目を飾りました。
ウイニングランで左手を上げまして5万9000人の大観衆に応えております。見事でしたね。いや本当に見事でした。まあ初めての新しいチームに移りましてね、はい、まあ、チーム体制も決まってないのでよくここまで頑張ったと思いますね。そうですね。さてこちらは2番手です。高橋徹に続いてその後ろ3番手はエジエルムが上がっています。星野は4位に転落ということになります。新人の高橋徹2位に浮上してトライアングルコーナーに向かいます。堤さん、ルーキーデビュー戦で2位というのは、今まで星野、高橋健二が3位というのがあるんですがね。そうですね、とにかく素晴らしいですね。しかも今回このエリアの難しいコースでしたからね。さあチェッカーが見えました。ヒーローチームも大喜び。最終コーナーを駆け抜けて高橋徹今チェッカーを受けました。続いてエジェ・エルンが3位でチェッカーを受けました。本当に高橋徹選手ルーキーデビュー戦で2位、立派ですね。はい、4番手の星野もうフラフラです。今チェッカーを受けました。まさに力尽きたという感じですね。そうですね。ヒーローズチーム高橋徹のクルーデビュー戦見事2位入賞で喜びに沸き立っています。さて中島が帰ってまいりましたが、まず準備ができ次第大健闘見事2位入賞の高橋徹選手のインタビューを試みてみたいと思います。そして F2 レースの結果を一つご覧いただきましょう。ご覧の通りでございます。後半追い上げました松本5位、そしてジェフリースは6位に入賞しています。ちょっとスタート大失敗して、かなり、ちょっと最初苦しかったですね、でも着実にラップタイムも上がってましたし、順位も少しずつ上がって、まあ、監督に焦るなって言われてたもんね、スタートで失敗して もう徐々に落ち着いていきました、まあ、一台一台抜いてったんですけれども、その辺はうまく焦るなって言われましたいや2位だっていうのは分かりませんでしたけどね。あ、もう3位出してなかったから。まさかあんな縮まると思わなかったから。あ、そうですね。そう、もうすごいですよ。 200% ぐらいですよ。チェッカー受けて 200% ですか。田中博文監督ももう最大級の賛辞を送ってます ね、 まあ、とにかく今日のレースはですね、はい、新人選手の活躍、そして雨の中の中島選手の力走、もちろん星野選手もあれだけ頑張った、まあ、この辺雨の中ってドラマがありますね。そうですね。さてそれでは新しいコーナー素顔のドライバーに参りたいと思います。今回は優勝いたしました中島悟選手にスポットを当ててみましょう。頭のね、中島悟コンピューターの中にはもう明日のレースの大体のこう展開の絵みたいなのができているのでしょうか。ほとんどできてないね、まだ。明日だって相手がいるんだ。あ、そうですね。だ、僕は理想は良い度にして勝つことだけどさ、でもそれにはね、他の14、15台の人がいるわけじゃない、だからその人たちのコンピューターまで分かんないからね、何がインプットしてあるかねでも自分はこう戦いたいみたいなことってのはやはりありますか。うん、まあもちろん理想はやっぱりね、良い度で行ったっきりになっちゃうのがいい、目が闘志がみなぎってるというか、目に鋭い光があるということに気がついてしまいました。それやっぱり明日のレースで恐怖抜けだったら困るでしょ。あのね、ジンクスってありますか？レースの時、例えば、いっぱいあるんだよ。例えば右足から靴履いちゃダメだとか、そんなないんですか？そこまで細かくは気にしてないけどね。例えばそれがあって良かったとか悪かったって言えばね、できりゃいい方がいいんだから、ね。っていう考えはあるね。ロータスの方の F1 のテストを受けるということでイギリスの方に行って、一番得したっていうか、こう儲けたみたいなまあためになったっていうか、平たく言えば、まあ簡単に言えば乗ったことないものに乗っただけだよね。だからまあためになったするかしないか、やっぱり僕だろうし、これから、だから今すぐにね、そのことが答えになるとはやっぱり思ってないね。ただ自分が想像してたもんじゃないと、だけじゃないと、一応乗っかったというその自分のね、あれはあるし、まあその時もね、ロータスの方から来年お前ヨーロッパでやらないかやるね、それだったらまたいろんなテスト の、 その、まあ、契約のあれもいろんな条件的な面でね、折り合うところもあったんでしょうけど、でもね、先のことあんまり分かんないんでね、って言ってね、あくまでも夢みたいなね、その夢というか理想というか、ね、夢見るぐらいただだからね、まあ本当に自分でそのね、ロータスの人にどの子の言われたことも含めて
そういう方向にさ、いけるようにはしようとは思ってるぐらいの、今ね、あくまでもね、ただ結果的にどうなるかわかんないと。素顔のドライバーのコーナー、中島悟選手でございました。さて、それでは続いて FF スーパーシビックレースハイライトシーン、堤智彦さんの車内カメラを中心にご覧いただきましょう。